こんにちは。今日は、ともえ戦ということについてお話したいと思います。ともえ戦ってご存知でしょうか。一番よく行われるのが、大相撲で、千秋楽終わって、同点の力士が3人いたときに行われる優勝の決定方式で、最初に3人なんでいっぺんに戦えないんで、3人のうち2人、まあ仮に A と B が戦いますと。で、勝った方が C と戦うと。で、2連勝したら優勝。ということで、C は登場していきなり負けた瞬間、まあ仮に1回戦、A が勝って、で、B が負けて2回戦は C と A がやると。で、A は勝っちゃったらもうそれで優勝ですと。で、C が勝ったら、引き続き3回戦が今度 B と C が行われる。で、C が2連勝したらそれで C の優勝。で、もしも負けたら、またどん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 繰り返し続けていって、とにかく誰かが2連勝した時点で、その2連勝した力士が優勝という優勝の決め方ですと。それを巴戦と言うんですが、果たしてそれが平等な優勝の決定方式なのかということを、数学的に考えてみたいと思います。で、もちろん、数学的に考える以上、力量の違う力士同士だと、それはもはや数学では測れないんで、勝負はすべてコイントス。全員勝つ確率2分の1で話は当然進めますと。で、A と B、最初に登場する A と B、この2人が優勝する確率は、これはもう明らかに条件一緒なんで、同じと考えていいでしょうと。C は1回戦に登場しないという、明らかに状況が違うので、C が優勝する確率だけを考えてあげれば、残り A と B は、残った確率を半分にしてあげれば、A と B は分かるということで、この問題実は国立の入試問題、確か東大にも出たことがある。ぐらい有名な問題なんですが、考えてみましょうと。で、まず、C が勝つ確率だけを考えるんで、1回戦の結果はもうどっちが勝とうか関係ないですと。1回戦は必ずどっちかが勝って、必ず2回戦が行われると。で、そこでまず C はいきなり負けられない戦いが始まると。ここでもう負けちゃったらそれでおしまいですと。じゃあまず C が優勝するためには、まず2回戦2分の1の確率で勝たなければいけないと。これはもう絶対勝たなければいけないと。で、戦う相手は A で A は負けると。なんで、まず、2分の1の確率で、1回に、C にとっての1回戦、2回戦をクリアしなければいけないと。で、ここで1回勝てば、次は負けても、まだ続きがあるので、ここで負けても優勝は誰も決まりません。じゃあ、仮に、ここで勝っちゃえば、もうそれでもう無事、C の優勝ですということで、C は3回戦で優勝を決める確率がまず4分の1ありますと。で、もちろん、A や B も連勝さえすればいいんだから、3回戦までに A が優勝する確率は4分の1だし、 B だって同じく4分の1あるし、で C だって4分の1あると。じゃあなんか一見平等なんじゃんと思われるかもしれませんが、さあ果たしてどうでしょうかと。で、3回戦 C が勝てば優勝、ただもちろん負けることもあると。で、じゃあ負けると次の4回戦に進みますと。じゃあここで、実は4回戦に進む確率は4分の1なんですが、それは、C がまず勝つ。C がここで勝たないことには、4回戦、3回戦すらないんで、まず C は2回戦に勝つ。で、3回戦に負ければ、4回戦。で、勝てば優勝っていうふうに、実は C が勝つ確、優勝する確率と、次のターム。C が優勝するのはもう3の倍数タームでしか優勝できないんで、3回戦を一区切りと、一タームと考えたときに、次のタームに進む確率と、C がそのタームの最後で優勝する確率は必ず同じになりますと。ここをクリアした後、さあ次は、2分の1で勝てば優勝。負ければ次のタームということで、C の優勝する確率と次のタームに移る確率は同じである。これがちょっと大事なことですと。で、じゃあ、ここで負けてしまったんで、次のタームに移り変わりましたと。じゃあ、相手は、ここで、B なんで、B が勝ちましたと。で、ここで、第1タームと違うところは、
第1ターンは、どっちが勝とうと必ず2回戦ありましたが、ここでは B が勝っちゃったら、もう5回戦ありませんと。ここでおしまいですと。なので、まず、C が優勝するためには、ここで B に負けてもらわなければ困ると。なんで、他力本願でここで B の負けを祈るしかないと。なんで、まず、4回戦、2分の1の確率で B が負けなければならないと。で、負けてくれれば無事、5回戦 C 登場できますと。でもちろん、ここでは絶対に勝たなければいけないんで、やはりまた2分の1の確率と。で、ここで A が負けて、で、ここで、やはり同じく、勝てば優勝。なんで、勝てば優勝で、勝つ確率2分の1かけて、6回戦で C が優勝を決める確率は、4分の1に8分の1をかけたこと。4分の1ってのは、4回戦に進む確率と、C が3回戦で優勝する確率は同じなので、C が6回戦で優勝する確率は、これに、8分の1をかけたもの。つまり、4分の1かける8分の1と。これが C が6回戦で優勝する確率。で、さっき言ったように、ここの2分の1が負ける方の2分の1なら、7回戦に進みます。なんで、7回戦に進む確率が32分の1。以下、同じように、また8分、これに8分の1をかけた確率で、9回戦で優勝できるということで、これにさらに8分の1をかける。以下、同じですと。ということは、C が優勝する確率っていうのは、最初が4分の1、で次が4分の1かける8分の1というふうに、どんどん8分の1をかけた数が優勝する確率ですと。8の2乗分の1と。と永遠に続いていくと4分の1かける8の n-1 乗分の1と。ということはこれもまさに等比数列の和になりますと。これを全部足せば C の優勝する確率が出るということになります。じゃあ、等比数列の公式はまあここは使わずに、等比数列の公式って覚えるよりは毎度毎度やった方が実は楽なんですよねと。もうこの公比をこれにかけてあげればいいと。8分の1かけてあげて、斜めに書けばいいと。4分の1かける8分の1と。で、これに8分の1かけたのがここに来ると。4分の1かける8の2乗分の1と。で、以下やって、これをかけたものがちょっとはみ出ちゃうんだけど、4分の1かける8の n 乗分の1と。で、これ引き算してあげると、8分の 7c が、この4分の1だけ残って、以下これ全部消えてって、最後これが何もないところから引き算されるんで、引く4分の1かける8の n 乗分の1と。そしたらあとはもう、これを C、8分の 7c がこれ4分の1でくくってあげると、1引く8の n 乗分の1と。なんで C は4分の1括弧1引く8の n 乗分の1かける7分の8と。いうことは7分の2括弧1引く8の n 乗分の1と。で、ここで n を無限にしたら、これはもうもはや0です。無限分の1はもうほぼ0です。ということで C の優勝する確率は7分の2であるということが分かったと。じゃあ A と B はっていうと、1から7分の2を引いたのが A と B の優勝する確率の合計なんで、それを2で割ってあげれば、7分の5割る2なんで、14分の5と。いうことで、A と B は14分の5。で、C は7分の2、あえて14分のと書けば14分の4なんで、C が14分の1の分だけ不利であるということが、お分かりいただけたと思います。これも最初からイメージとして C は初戦負けたらおしまいっていう段階で、やや不利だということがイメージ的にもつかめるかと思います。
じゃあ今日は以上です。できればチャンネル登録もしていただけたら嬉しいです。ありがとうございました。